天国ササラ週末の日曜日的なね、ササラさんで、さあ出てくる大将阿部玄さんのポチョムキン。阿部玄さんのポチョムキンは阿部玄ポチョムキンというと言いにくいので、阿部玄さんのポチョムキンと超丁寧に言います。朝くんのポチョムキンとか朝ポチョとかで言いやすいんだけど、阿部玄さんの時阿部玄ポチョムキンなんかなんか違うんだよね。文字数が超多い。さあ出てくる大将。そう、これはね、阿部玄さんはちょっと和ませるためにちょっとやったんだ。だからこの実況で攻撃予算に一番後ろから、これはどうすか、悩んでるところではありますが、やっぱりいつも通りでいきますね、天国ササラ。さて要塞モードまで近づけない。 P ファントムが後ろエグゼがくっついてしまう。さあこちらに何もできないが、さあここで画面端に追い込む。網があるからケツで落とす、ケツで落とす、まあいいや。2段目、おっと網がヒット、もう一丁アミンとヒット網がありました。全然見てなかった。さあ海岸、あーっとライトです。さあキラーしっかり引っ掛け投げ、ここでカウンターヒット、なんかねカウンターヒットになるらしいです。あれはなんかどっかで見た。全然関係ないけど、あやっぱり全然関係ない話はやめておこう。奥攻め、これバースト読んでしまったか。あおっと離れるとかなりきついポジョンキン、どうする、助け、おっとピロッと何が起こった今。いやねえ、マイクで割り込もうとしたのかな。いやこれがあるから大会はいいですね。あそう画面端に追い込まれていく。うおっと当たっちゃうんだねあれ。マイケーバースト対策、これがアーミゲンさんのコンボ、しっかり決めて。さあ立ち合いあと一発といったところが、なんか光ってた。バスト、ここでライトメサギラ発生補助。さあちょっと欲張ってしまったか。あという間にアーミゲンさん大将の意地を見せ勝っている。そして出てくるのはチップがポチョムキンか。さあここでポチョムキン戦、最近得意になってまいりました、スパイダーマ、スパイダードラ、この戦いはかなり見ていますが、まあゴルゴルと言っていいんですかね。あ、二人のプレイヤー相性的に。さあけどチップが地味に勝つよりもポチョムキンがでっかいコンボ決めて勝つのが見たいよね。はい、つらい間に、あーっとこれは補正切りになってない。チップも頑張ってほしい。チップもね最近でっかいコンボが発見されたようなので、それも見てもらいたいところ。お、これうまい、これはエヴァか、エヴァか、あもう一回投げてほしかった。あ、危ない。おそ、手裏剣を一枚投げて、手裏剣、うおーっと手裏剣が、お疲れ様でした。一本先取は阿部玄さんのポチョムキン。手裏剣モルトも持ってかれました。いや、あれはね、苦笑いだね。あ、なんだっけあれ、しゃがれしゃがれ。いや、ポチョムキン多すぎだよ今日。もうね、ポチョムキンね、無理だなあれ。さあさようなら。いやね、やっぱいいね、チップ対ポチョムキンはこういうのじゃないとね。だってさ、チップがチクチクさ、コンボ決めて勝ったってさ、全然面白くないもん。いや、ごめん立ち回りね、俺ぶっ放してる方が好きだから。さあ大将戦、ポチョムキン対ポチョムキン。さあこの間の大会ではカインさんに同キャラ戦負けていました阿部玄さんのポチョムキンですが、ここでの朝くんとのポチョムキンはどうなる。さあドロさんで全く画面が見えない状況、すいません。さあ開幕先に触っていくのは朝くんのポチョムキン。おーっとごめんなさいごめんなさい、
さあすごい辛い、なんだあれ。もうね、観客でいいよな、これな。勝ったな。マイケー、青木は出ない。あー、近づいてくる。さて、チームメイトの温かい声援が聞きたいところ、ここは、トラさん、ちょっと笑わせてあげましょう。ダメだ、ガチすぎる。ここで、大きすぎる、助け選択、下段で転んでいく。さあ、どっちが投げるんだ、最後に。グレイリットか、空中投げ。あはははは、一回、転ばして、よいしょ。さあ、50パー溜まったよ。おーっと、ぴょんぴょん飛ぶ。なんと、ギリなんだ。おーっと、空中投げ。俺、空中ポチパスって言おうとしちゃった。危なかった、あれ。しかし、空中投げ。俺がやりたいことだよね。さあ、誰も待ってるのは、アベゲンさんのポチョンキン。さあ、ここで最初の意地を見せているアベゲンさんのポチョンキンに対して、浅くんもね、最初の意地を見せたいところ。あらあら。金橋、バースを使って、トラーさんの声援が入る。おーっと、隣のライドは、これは多分、会員さんのポチョンキンか。おーっと、いろいろカオスなことになってますね、このゲーセン。そう、2ヶ月前まではポチョンキンなんていなかったんだ。ベストもいなかった、増えた。殴り合う。あ、座れた。おっ、ここでコンボミス。一回転ばして、なんとかした。おっと、今のはうまい、地味にうまい。ここで投げて、勝ったのは浅くんのポチョンキン。おめでとう。